あれあれや2部にお越しの皆さんありがとうございます。1曲目から盛り上がっていきましょう。
とうございます。ありがとうございます。あれあれあれにお越しの皆さん、こんばんは。こんばんは。私たちあれあガールズです。よろしくお願いします。はい、では左側からメンバー紹介をしていきたいと思います。山宮玲奈、北川美咲、大野ひな、綾瀬桃奈、山上若葉、綾瀬音葉、瀬名美月、おとぎかんな、中本ひより、セイラサリアです。よろしくお願いします。お願いします。では美咲ちゃん、劇場のお知らせお願いします。はい、はい、私たちは秋葉原駅から徒歩2、3分のところにある仮面女子カフェというところで毎日ライブを行っています。土日祝日の15時から無料ライブがありますので、ぜひそちらも遊びに来てください。そしてあのパセラさん1階にて、私とスチームガールズの猪狩ともかちゃんの生誕祭盛り上げグッズも販売されていますので、ぜひあのご購入よろしくお願いします。お願いします。はい、そして本日もですね、ここで無料ライブしてるんですけれども、不定期で月曜日と金曜日に無料ライブを立川にて行っております。次の11月11日の月曜日にもこちらにてアリアガールズ無料ライブします。皆さんよければその日も遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてですね、今日からおすめん祭りというものが始まりましてですね、あのラーメンの半券を持ってきていただいたらですね、あの物販の時にですね、持ってきていただいたらあの缶バッジがもらえるということで、こちらでございます。ドンドン。そう、ラーメンスケアで食べたラーメンの半券を取っといてもらって、あのこの後の物販でね、あのそこの方でやりますので、こんな感じの缶バッジ A パターンと B パターンになっておりまして、あの A パターンはアレアガールズのポーズで、 B パターンはおのおの自分が可愛いと思っているポーズをやってるはずなので、皆さんぜひ、あ、違うかったらごめんなさい。あ、違う違う違う、みんな可愛いと思ってますよね。思ってるよ。そう、サリアちゃんはこれが一番可愛いポーズやから、あのぜひもらってってください。あの1人1日1個となっておりましてですね、先着で15名様となっておりますので、皆さんぜひね、よろしくお願いします。お願いします。はい、さっきですね、一部の時に、まあ、テレビの取材が入っていたんですよ。ですね、まあ、その時にね、あの言ったんですけども、私たちあれあれや広報大使っていうのを名乗っているのにも、はい、あんまり立川の PR をここでしていないと思って。確かに。そう、なんかでも結構あれあれやのレポート動画とか、ね、あのいいね立川の、うん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 、あのなんだウェブ記事の、ね、ウェブのニュースのね、ありました、そうやつとかしてるんですけども、なんか立川のここがおすすめっていうところを聞いとこうかなと思うんですけども、なんかありますか。ありますよ。ありますか。今日はルミネに行ってきました。お、そこですね、駅前のね。立川って都会なんですね。怒られるんですか。そういう意味じゃないの。違うよ。めっちゃ立川って、うん、あので大阪人なんですよ、うんうん、大阪の見通しては、うん、あんまり聞いたことがないかったから、うんうんうん、どんな街なんやろうと思ってたけど、駅出た瞬間めっちゃ都会ってなって、うん、東京ってどこでも都会なんやなと思ったんですけど、それにそれはもっともっと都会やなと思って、うん、ルミネもあるし、アトレもあるし、うん、ね、うん、グランデュオとかね、エキュートとかもあるし、うん、めちゃめちゃあるなと思って、やっぱ さすが東京やなって思いましたね。それはわかる。ね、なんかでもいいね立川とかでいろんな取材行ったり、私とひなちゃんね一回ね、あのあシンガポール、そうシンガポール料理を食べたんですよ。立川にシンガポールある。立川にシンガポールある。マーライオンのすごいね。マーライオンのめちゃめちゃ美味しかった。そう、美味しかった。そういいね立川っていうね、あのネット記事のやつもありますし、そこでねアリアガールズも何回か特集をしてもらってますね。してもらってますので、ね、いいね立川にね、初回の時にね佐野美月ちゃんとセイラサリアやったんですけどね。あ、そうそう、あのそこの公園やってるの。そうなんかこれ別にさ、あの怒ってるわけじゃないんですけども、あのみんなねちょっとあの満腹とか、そうなんか食べたんですよ。いいもの食べてるっつから、そうそうそう、めっちゃ食べましたよ。食べた、意外とも食べた、めっちゃ食べた。そこの公園で雨の中こうやって公園もいいところですからね。そういいところなんですけどね。そういいところだったんですけども、ちょっといちごとかき氷とか食べたかったなと思って。確かに、うちらなんか2000円ぐらいするね、うん、あのお肉食べましたね。めっちゃ食べた。めっちゃ美味しかった。いいの、いいでしょう。でもなんといっても ラーメンスクエアが一番おすすめですから、うん、そらそらそうですね。そらそうです、そらそうですよ。ラーメン好きにはたまらない。私たちにも会えますからね。そうそうですよ。月曜無理くりここに繋げる。月曜日と金曜日しか会えないですけどね。そうなんですよ。わかんない、ね、もしかしたらいるかもしれない。もしかしたら水曜日にいるかもしれない。そうそうそう、プライベートでみんな来てるかもしれない。してるかもしれない。そうそう、それこそね、ちょっと前にあったここにあった日野豚さんに、あの仮面女子の元アレアガールズのね、くるみそらちゃんとかが、あ、そう来たりとか、ね、お忍びで、お忍びじゃないか、あれ、そう、ね、結構公に来たけどね。結構公に来てたりするんでね、
そうそうそう、そう、ビジョンとかにもね、結構アレアガールズの動画を載せてもらったりとか、うん、載せていただいてるので、ぜひアレアレアのこともラーメンスクエアのことだけじゃなく、うん、アレアレアのことももっと皆さんに知っていただきたいなと思います。思いまーす、思います。はい、よかった、ちゃんとまとめれた、よかったよかった、イエーイ。はい、ということでですね、まだ曲数ありますので、皆さんラストまで金曜日盛り上げていきましょう。イエーイ。それでは聴いてください、シンデレラ。皆さんこんばんは、アレアガールズです。右萌え萌えキュンキュン、左ワッシャイワッシャイで、みんなで盛り上がっていきましょう。ここから乾かしていく。
った天気のせいかしら。一人でいたんじゃ余計に落ち込みそうね。Thank you.
とうございます。カンナちゃん、お知らせお願いします。はい、12月15日仮面女子ワンマンライブが、EX シアター六本木にて行われます。そのチケットが本日も、販売しておりまして、握手会対象商品となっておりますので、よかったらご購入の方よろしくお願いします。お願いします。はい、そして私たち全員ツイッターをやっております。アレアガールズとカデン、カタカナでつぶやいてもらうか、カンディオンマリ仮面女子とつぶやいてください。みんなで遊びに行っちゃいます。行っちゃいます。はい、たくさん盛り上がっていただきありがとうございました。この後にはですね、物販の際におしめ祭りの缶バッジなども配布します。皆さんよければ缶バッジゲットしていってください。それでは以上、私たちアレアガールズでした。ありがとうございました。やっぱアレアガールズ、ありがとうございます。物販からは写真撮影 NG です。よろしくお願いします。